プレーナンバー4-30ベアーズファーストダウンテン、ボールオンは自陣30ヤード、試合時間残り2秒です。パス不成功、ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了となりまして、クラブベアーズ14点、リードエフォートエールズ31点でリードエフォートエールズの勝利となりました。クラブベアーズ対リードエフォートエールズの試合は14対31、リードエフォートエールズが勝利いたしました。